ブエナビスタの戦い、またはアンゴスチュラの戦いは、米北戦争でアメリカ軍が大砲を使って、勢力のかなり大きなメキシコ軍を撃退した戦闘である。ブエナビスタは、メキシコ北部、コアウイラ州のサルティーヨの南7マイルにある村である。軍服のザカリー・テイラー1846年9月のモンテレーの戦い後、ザカリー・テイラー少将の占領軍の大半は、 メキシコ市に向かうウィンフィールド、スコット将軍の遠征対主力となるためにメキシコ湾岸に派遣された。テイラーは自分の大統領に向けた選挙運動の助けとなるこれからの軍事的成功をジェームズ・ポーク大統領が奪おうとしていると考えた。テイラーはモンテレーに泊まれという命令を無視することにした。メキシコ深く進軍してサルティーヨを占領した。また、 チワワ州に遠征していたジョン・イ・ウールの指揮する中央志願を流用してサルティーヨで合流させた。ウールの志団を合わせてアメリカ軍は兵力約4500となったが、その大半は戦闘が初めての志願兵部隊だった。1846年夏、アントニオ・ロペスでサンタ・アナが亡命先から帰国し、すぐに権力を掴んだ。モンテレーが落ちた時、サンタ・アナは サンルイスポート詩集でおよそ2万5千名の軍隊を立ち上げた。スコット将軍からテイラーに当てて、メキシコ湾にテイラー軍主力を送るように告げる手紙がメキシコの手に渡った時、サンターナはすぐに北へ行軍して、アメリカ軍が退いている間にテイラー軍をメキシコから追い出そうとした。テイラーはサンターナが北へ向かっていることを知って、サルティーヨから約19マイル南のアグアヌエェバに、 移動した。テイラーは、テキサスレンジャーズのベン・マカロック少佐を派遣して、メキシコ軍を偵察させた。マカロックは60マイル南で、サンターナ軍を見つけて、2月21日に、テイラーに知らせた。テイラーは、アグアヌエバの12マイル北のブエナビスタにある峠まで、退いた。ブール将軍は防御の配置を任された。その日遅く、サンタナが1万2000名の兵力でアグアヌエバに、 到着した。その軍隊は、サンルイスポート市からの長い航軍の間に脱走と、消耗のために勢力を落としていた。サンターナは、アメリカ軍が撤退のためにブレナビスタまで退いたと、考え降伏を要求した。テイラーの副官ウィリアム・ウォレス・スミス・ブリスは、アメリカ軍は、降伏を拒否するとノーベンに返答した。テイラーはその物資の安全が気にかかり、その夜馬でサルティーヨに行って、 後方の保護の手配をした。アメリカ兵が描いた戦闘の様子2月23日朝、ペドロデ・アンプディア将軍が、ジョセフ・レインのインディアナ旅団の第2インディアナ連隊が、守るアメリカ軍左側面を攻撃した。その志願兵部隊は砲台に支援されていたが、イリノイ志願兵隊の第2戦に沿って徐々に後退させられた。ウールは、ジェイン将軍に伝令を送って、 いかなる犠牲を払っても前線を死守するよう告げた。イリノイシガン兵隊はメキシコ軍の攻撃から来る圧力の下で戦いながら後退した。テイラー将軍が戦場に戻り、その存在を部隊兵に知らしめた。ジェファーソン・デービス大佐のミシシッピライフル渋滞に護衛されていた。一方ウールはトマス・ダブシャーマン指揮する砲兵隊と、 竜気兵ニコ連隊が支援する防御陣地として、ブエナビスタの農園にある壁を使って破られた連隊を再結集させた。第3インディアナ連隊がデイビスの支援に送られ、ニコ連隊が逆 V 字の陣形を取った。メキシコ軍はこの新しい前線を攻撃した。インディアナ連隊とミシシッピ連隊が銃撃を続けたので混乱した攻撃隊は短時間停止し、 その後、重砲弾の波を受けた。約2000名のメキシコ兵が動けなくなった。ある若いメキシコ軍中尉が、サンタアナは、アメリカ軍指揮官に会いたがっていると言って、アメリカ軍の発砲を止めさせるための計略を試みた。テイラーとウールは策略を見破ったが、罠にはまっていたメキシコ兵が逃げ出すだけの時間はできた。ブエナビスタの戦い戦場図サンタアナは、フランシスコ・コッペレス将軍の部隊に、 砲兵のの支援ををつけてアメリカ軍主力陣地への攻撃を再開させたブラックストン・ブラック大尉の砲兵隊がいかなる犠牲を払ってもその陣地を守れという命令を受けて砲画を前者から外していたテイラーはブラック大尉のところに馬で切りつけ短い会話の後でブラックが単発弾を使っていると答えるとテイラーは連発弾を使って奴等を地獄に送れブラック あとに、この命令は、奴らに、武道団を、もう少しお見舞いしろ、ブラック大意と誤って引用されたが、選挙スローガンに用いられて、テイラーをホワイトハウスに送り込むことになった。ペレスの攻撃は戦場に激しい雨が降り出した時に、撃退された。夜の間にサンターナは、勝利を宣言し、メキシコ市からの手紙で政変を鎮める必要がある。 ことを示すものを受け取った後にアグアノエヴァに交代した。この戦闘はメキシコ北部では最後の主要な戦闘となった。この戦争の中でもテイラーにとって最大の戦いであり、また最後のものだった。テイラーは合衆国に戻って政界での経歴を追求した。ブエナビスタでの成功と伝説になったブラック大義への指示とで1848年の 大統領選挙で勝利することにつながった。サンターナは大きな損失を受けて決定的な勝利を得ようとしている時に南に撤退した。その撤退はメキシコ市の政治的対立で拍車をかけられた。後にはウィンフィールド、スコットの軍隊に対してメキシコ市防衛を強いられることになった。アイオワ州ブエナビスタ軍はこの戦闘の栄誉を称えて年に 名付けられた。ミシガン州詐欺農軍のブエナビスタタウンシップ、バージニア州ブエナビスタ市、及びアラバマ州、モンドー軍北部のブエナビスタも同様である。テイラーの副官イートン少佐が戦場で描いたスケッチこの戦闘での戦死者で著名なものとしては、米国戦争に怖高に反対していた合衆国の政治家ヘンリー・クレイの次男、ヘンリー・クレイ・ジュニアがいた。その死は、 クーリーアイブズやニールペイトによる印刷の対象になった。元アーカンソー州知事アーチボルド・イエールも第一アーカンソー志願機兵隊を指揮している時に戦死した。ありがとうございます。